こんにちは。こんにちは。ただいま、はい、デンタルセラミストを撮影している途中なんですけれども、うん、はいはい、なんかふと僕が思った、はい、あのハテナがありまして、うん、それをちょっと今聞いてみようかなと思うんですけども、はいはいはい、今回そのデンタルセラミスト撮ってる人って、うんうん、まあ、前回もありましたけど、はいはい、歯を1本作るっていうのは、うん、反対側の歯があれば、うん、はい、なんか目印みたいな、うん、ガイドみたいな感じになるから作れるのかなと思うんですけど、はいはい、もしもですよ、うん、例えば前歯2本が綺麗になくなっちゃった、うん、はいはい、朝起きたらなんか前歯2本綺麗になくなったんですよ、はい、っていうコツとかね、はいはいはい、2番の歯が左右どっちも気づいたらなくなったんですよ、うんうん、みたいな人が、はいはい、仮に歯を作ってくれって来たとしたら、うん、これ歯作れるんですか？バン、ごめんなさい、あの言うのは出たんですけど、これあの、はい、今ねみんな不思議だと思ってたと思うんですよ、はい、なんでカメラ見ないんだろうって。あ、カメラ、そう、これは僕がデンタルセラミスト撮ってる時にこっち見てやってくださいねっていう角度のまま、はい、素直に、はい、全然違う動画撮ってるのにコウノスケはそれを守ってるだけなんです。ごめんなさい、カメラ見ていい？はいはい、カメラ見てます。作れます。はい、どうやって作るんですか？難しくないですか？難しくないですよ、もうまあ決まってるというか、うん、周りの歯にヒントがあるので、その人の合った歯、うん、おそらくこういう形してただろう、してただろうなっていう形は周りの歯でなんとなくわかります。あ、わかるんですか？はいはいはい。はい、じゃあなんかそういうどっかの歯が残ってるっていうか、うん、まあ、例えば1番がもう前歯2本がない、はいはいはい、状態だったとしたら、うん、その2番とか3番とかを見れば、うん、大体こういう感じっていうのが、うん、技巧士なら分かるってことですか？分かると思います。へ、はい、今までそういうことありました？あ、全然あります、全然あります。へえ、で、うん、もう再現されたわけですね。再現されてると思います、まあ、もちろんその人が気に入ってくれたかどうかは別としてそれは別として、気に入らないなっていう人もいたってことですか？もういます、もちろん。へえ、それ周りがちょっとこうなんていうんですか、ほら玉地さんもそうじゃないですか、結構削れてる歯じゃないですか、削れてる歯みたいな感じで持ってったりすると、まあ、周りももちろん削れてるから、それと同じような感じで前歯2本も僕が作って、はい、なるべく合うように、はい、周りの歯に、うん、持ってったら、そのいやもっと丸くしてほしいと、まあ、変な話こう生えた時みたいな少し丸みのあるような歯にしてほしいと。ああ、そういうことですね、うん、そういうこともあります。はあ、はあ、はあ、周りと合ってねえのになって個人的には思ってるけど、うん、でも患者さんがそれじゃ気に入らないかったっていう、はあ、なんか自分の理想も含め作ってほしかったっていうところなんですよね、そうですね、多分ね、そうですね。技巧士として新たに作る歯のいい歯っていうのはどういう歯なんですか？もう個人個人でそれは違うので、うん、そう、自分がかっこいいと思ってる歯の形は多分100人いたら100通りぐらいあるぐらい違う。じゃあその人に合った歯の形、うん、歯の色が技巧士として見てもいい歯になる、うんうんうん、そう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 、結構その技巧士で左右されるっていうのはあると思います。形色も、うんうん、技巧士を変えたら変わるってこと？変わる。あ、そういうこと？そうだから、まあ、経験値が浅い人と、はいはい、その経験値がある人ってだいぶやっぱ違うと思うんですよ。あー、まあ、確かにそうですね。そう、まあある程度こうできる人は、うん、大体同じような形になってきます。あーあーあー、うん、あただその中でも微妙に変わってきます、間違いなく、うん、まあそうですね、なんか思想みたいな、うん、もう歯に対する思想みたいなところがやっぱり若干はあるだろうから、うんうん、それによって左右されることもあると、うん、あります、あります。あ、そういうことか、うん、ああ、はい、例えばですね、これ本当に、うん、もうすごいとんでもない例を出しますけども、はいはい、朝起きたら、うん、上の歯が上顎全部
なくなっちゃってました。はいはい。だから歯を作ってほしいから来ましたっていう人がいたら、うん、これは作れないですよね。もともとあった歯はイメージはちょっと難しい。もともとの歯はね、そう、うん、まあ、ちょっと難しいけど狩り場でこう煮詰めていくしかないですね。その患者さんの願望に合う歯の形だったり、こうポジションですね、出具合だったり、そうですよね、そう、歯の大きさだったりっていうのは、うん、もうその人の歯の願望、うん、見ながらだったり、あとはまあ患者さん自身がこう気に入る歯の形だったり色だったりっていうのがあると思うので、それをこうすり合わせていくっていうやり方しかないと思います。そうですよね、うん、なんかあれですよね、なんかよく言うじゃないですか、うん、1番はある程度こういう形があるとか、うん、2番はこういう形があるよっていう、うんうん、それをとりあえずまず1回入れてみてみたいな。そうです、そうです。そっから、うん、なんかちょっと、ま、唇が引っかかるんですけどとか、うんうん、そういうのをちょっとずつ修正しながら、うん、そうです、そうです、そうです。がゆえ、もともとついてた歯がこうだったみたいなのは、うん、分からないから、そう、近づかせることは難しいけど、うん、歯を作ることはできるってことですね。できます、できます。あ、そうなんですね。そう、だから歯が満足するためにはやっぱり患者さんと、うん、まあ、技工士と、うん、まあ、先生と、うん、まあ、そこでこうディスカッションしていった方が、うん、より理想には多分近づけれるのかなとは思います。はい、もう解消されましたんでね、僕の先生の疑問は。はい、はい、ありがとうございました。はい、まあ、これこんな、なんか質問があればぜひとも。そうですね、ええ、もう何でもいいので。何でもいいですね、本当に。はい、質問してもらえれば。なんで歯ってあるんですかっていう質問でもいいですか。なんで歯、そうっすね、なんで手があるんですかぐらいのレベルで。そうです。これでもやばい。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。